動いてるのこれ。ちょっと持って。三曲目はまあ真面目に弾く。で動いてるでしょ。これがね。うん、動いてるでしょ。まあ、ごめんなさい、お待たせしました。先生ごめんなさい。お座りください。今からちょっとご挨拶したいんですけど。はい、すみません。はい、こんばんは皆さん。こんばんは。17周年です。早いですね。17年前からいらっしゃってるお客様って言ったら、一番長いのは稲見さんかな。はい。お世話になります。どうですか皆さん、お疲れになられたかと思いますけれども、小泉先生にお勝ちになられた方、おお、山城先生にお勝ちになられた方、いっぱいですよ。あれ、あれ、一歩で帰られたんです。ああ、そっかそっか、満足して帰ったわ。ああ、そっかそっか、なるほどなるほど。今日は今先生が突然におっしゃったんですけど、禅をちょっと並べていただくということで、気になりますので、はい、じゃあ、あ、もう自己紹介しなくてもよろしいですよね。大丈夫ですよね。はい、NHK 杯で有名な長島梢女流棋士です。で、山城宏九段は、ありがとうございます。山城宏先生は、今有名な中部金の頭ですけれども、東京の方で、理事をやられております。どうですかね、お仕事は。はい、忙しい。忙しいですよね。お体大切にしてください。今乗ってきました。ありがとうございます。小泉ちゃん。もう来たの10周年とかな。そうですね、10周年。確かに1回来たよね。そう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 。あれ10周年ですか。なんかね、十何曲送ってもらったんですけど、まだ打ち足らないって言って怒られたので。そんなことないもんね。今日たくさん用意させていただきました。10周年ですからね。はい、ね、はい、声がある、はい、はい、ありがとうございました。早いですね。早いですね。まあ、小泉さんとはですね、ちょうど知り合って10年目なんですよ。全く美しさが衰えない、はい、お綺麗ですよね。ますます、まあ聞くまでもないと思いますけれども、どっちが綺麗？やだ、結婚するんだよ。はい、そして子供も2人います。6歳の子供でしょ。でも年は一緒でしたね、確かね。そうだと思います。冗談でちゃっくれんで。じゃあ先生よろしくお願いいたします。始めさせていただきます。ということで、これどうするの、これやろ、これで、開いて報道陣がもう火に入りきれないぐらい、イアム七冠の時ですごかったですね。すごかったですね。お互いしです。金で、金で。すごい対局室の中、セットが七回でやって、あ、すごかったですね。持ってたもんじゃない。で、まあ終わった後ニュースもテレビで全部やってましたし、まあそれぐらい前に話題が話題になって、正直言うと、一般の頃知らない人は人間が AI に勝って。なんですけど、まあ、ご知ってる人はね、まあ、調査があってもおかしくない。まあ、名前が小さくないし。まあ、やりましょうね。社長先生も相当気合いは入りました。はい、なんか楽しそうだったんですよ。楽しそうだった。楽しそうに言ってたんですよね。まあ、後の、終わった後の感想で。3時間。3時間。2時間。2時間。2時間。前の方は1時間ぐらいしか考えてない。AI はめちゃくちゃやってこないっていう、人間はイヤマとかなんかケース割れるとめちゃくちゃやってこない、勝負ってこないんだけど、AI は勝負ってこないからいいんだって。まあでも非常に楽しそうです。プレッシャーって楽しそうですね。で、まあ握って、そう、プロガンで、まあ1曲目はもう完全に勝負かなってちょっと試した感じなんですね。2曲目も白でもう完全に。3曲目は普通の布石で、なんか本当に不思議なんですけど、人工知能は布石がうまいんですよ。なんかで寄せられたんですよ。なんか逆の感じがするんだけど、まあなんかそのディープラーニングっていう方式で、なんでしょうかね、その分からないところを線
で、まあ、この辺がなんかいいんじゃないかということを学習してるからですね。だから、君たちは常識を覚えたりなんかすると、彼は常識何も知らないんですよ。自分で、あの、この辺がいいと思ったってしか打たない。それが自然と常識の手を選んでることも多い。そうですね。別にやっぱりアルファ碁もそうだったんですか？アルファ碁もそうですね。やっぱり指摘がすごい進んでいた。これはよくあるんですけど、まあ、あの今のプロの碁ですと大体この辺にいるんですよ ね、 なんかね、うん、で、まあ、こうなってこうなってこうなるのが一番いいんですけど、当然プロはこっちに来るんで、うん、まあ、あのこの辺の数がプロはあの多いですかね、人間は、うん、まあ、これはこうなって、まあ、こうなって、うん、あんまり良くないと思います。白が、はいはい、でも平成と打たれてですね、はい、平成と打ってきてこれで悪くないと言ってるわけですね、前はね、はい、まあ、ここはいい形、いいかもね、すごいいい形でも申し分ない、はい、うん、でまあかかって、うん、ね、自然なんですよね、無理な手は打たないですよね、はい、これなんかも当たり前なんですよね、布石、うん、の感覚、まあ、これが一番まずい、うん、これは、強く黒がもうだけど、これはもう終わりの形ですね、うん、これもね、定石ですけど、うん、まあそうですね、うん、この辺って、うん、この石がなんか、うん、役に立つね、この厚みを生かして、うん、この黒を攻めたいので、うん、当然、まあ、こう、まあ、受けてきたら、うん、そうね、もし来たら、ここへ、はい、こうやってちょっと窮屈なんですよ、うん、ね、うん、この押しも効きそうですし、うん、ここで、なんかここで生きるのはちょっと黒辛いので、うん、まあ、これ、こっち取る。ね、なんかね、滝宮先生が打ってる感じなんですよね、うん、中央を意識した、でこう突き引いた時も、普通はまあ傷とか、そうですね、なんか守ることがありますか、まあ、普通ですよね、うん、これはここにかけて、はい、中央志向なんですよね、うん、で、手厚くて、この輪がこれは感心しましたね、うん、で、まあ、